お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、このメガナイトウォールブレイカー使っていこうかなと思います。で、こう今までね、コウモリだった枠が、なんと今回スケドラにね、変わってました。なんでなんですかね。ずっとコウモリは、ほんとコウモリ固定だったんですよ。まあ、たまに三角ぐらいはあったんですけど、このね、枠が変わることはなかったんですけど、今コウモリの枠がスケドラになった形が、まあ、若干流行ってるんでね、今日これを使っていこうと思います。で、マルチやろうと思ったんですけど、とか、マルチでやったんですけど、なんかね、この前の動画、スケドラ11で、11なんで、今日はね、グラチャレにします、みたいな感じでグラチャレ行ったら、コメントでね、マルチ行けってこう言われちゃったので、んじゃあ、マルチかと思って、マルチやったんですけど、11のスケドラ、くっそ弱いっすね。比になんないっすね。なんか、コウモリ11とかなら、まだいいのかもわかんないんですけど、マジで、スケドラの11だけはえぐいぐらい弱いですね。なんかもう活躍しなさすぎてダメでしたね。なので今日もね、許してください。グラッチョにします。さあ、というわけで、相手は、バルナですね。バルナですね。さあ、スケドラが今回はね、活躍していきますね。今のコウモリだったら、これ今ザップ打たれてるんで、ほぼワンパンされてるレベルだと思うんですよね。さあ、それが、このね、なんだコウモリ。なんだ言葉が出てこねえ。コウモリじゃなくて、スケトラのことによって、まあなんとかね、耐えれましたよ、といった感じですね。バルーンに、マジで基本的に弱いんですけど、こう、スケトラになってることによって、コウモリがね、スケトラになってることによって、まだ戦えるんじゃないかなと思います。で、相手は、ここ、トリトンかな。コウモリ巨洋、トリトン。ディガーボーイですね。で、バルーン厄介ですね、普通に。普通にバルーン厄介ですね。で、後ろにハンターつけてくるかな。ハンターとかつけてこないで、これ、できるだけ遅めに踏んであげた方が、キョスケの爆破に巻き込まれなくて済みそうですね。彼らが。っていう気遣いですね。で、リガー飛ばしつつ、まあ、ザップも打って、で、メガナイトが、スケがありますね。はい。お、逆線に行っちゃった。逆線行っちゃった。このハンター、若干厄介ですね。バルーンをあんま飛ばあ、これ、タレ遅いかな、ちょっと、やべえ。あー、これ、ターゲットローとしたら、ちょっと遅かったですね。で、左側っていうか、右側1個正直落とされそうなので、僕としては、まあ、右押さえるというよりかは、左を取りに行って、先にね、2-1 プランにしちゃいたいっていうのは正直ありますね。こう、もうマスクで釣っちゃって、さあ、いや、勝てるかな、勝ちたいですね。しかも対戦で日本人なんでね、より負けられないですね。スケドラ飛ばして、スケドラやっぱ無双してますね、マジで。そんなにっていうぐらい活躍してる気がする。バルン来るでしょ、止まってくんねえかな。これザップ来たら OK。さあ、俺の攻撃が多分入る。で、ザッパン。よーし、これで、こうしたら僕はね、あと740落とすだけなので、まあ、理論上有利ですね、理論上。で、一応警戒しつつ、まあでもこのスケドラをハンターで簡単に処理されるとなるとちょっと嫌ですね。この辺にハンターが降ってくると思う。ああ、そっちに来た。こう、メガナイト踏んじゃって、スケドラ共鳴したいですね。さあ。で、ここのバルーンはスケドラで守って、一発かな、一発受けるぐらいかな。さあ。からの今、相手ザップ使ったので、多分これはね、あんま止めることがね、不可能に近いレベルですね。ああ、めっちゃいいハンター。あ、待って、ハンター相手塗り。ラッキー。これ、有能突進気持ち生かしたら生かせねえかな。あ、バカだった。全然生かせなかった。ですが、一回しっかり守りたいですね。で、ハンターがちょっと嫌なんですよね。僕は攻めたいですね。正直。タイミングで、同タイミング攻めだったら、なんなら？おぶねえ！グッドゲーム！これは良き試合ですね。まあ、今攻めなかったら多分バルーン抑えれなかったんで、負けてましたね。なんか、イメージ的には僕よく言うんですけど、こう攻められたら、
こう守れない時ってあるじゃないですか、言ったら。だから完封するっていうんですかね、完璧に守れるっていう時がほぼできない時がやっぱあるんですよ。で今回の戦いもそれで、スケドラとかでバルーン守っても基本的に一発ザップとか打たれたりとかするとほぼ毎回バルーンの爆破入っちゃうんですね。まあですけど相手はその分攻めでコスト使ってるから、まあ、その後のね僕の攻撃というかその同タイミングの僕の攻撃も通るので、こう相手が攻めてきた時にそれを完全に守るんじゃなくて、なんかねこう、まあ、捨てっていうわけでもないですけど、そのタイミングでしっかり攻めて僕もダメージを稼いでいたっていうね、こうイメージがね持ってもらえればいいかなと思います。さあ相手はやべ最悪だ、やった、耐えます。やっぱね、ペッカラムですね、ユーノエリキラムペッカ、うん、まあまあまあメガナイトの上位互換ですけど、まあ言うて多分スケドラのね相手としてはそんな簡単、ああまあ言うてかな、スケドラがちょっときつい相手、多分ライトだと思うんで、そうですね、僕のスケドラが若干ではありますが厄介だと思いますね。マジューチェリキのペッカラム、最近ちょっといますねペッカラムが、なんかいやそれマジアチェリー抜く角度に調節しようとしてる、ちょっとうまいっすね、まあ、これはでも踏んじゃってよいしょ。さあからのカウンターですね。でエレキが多分来んだよなこの辺に、踏みディガーで当てちゃいたいっすね。うん、でなんならいや相手もコストがないので、やばいこれザップ、うーんエレキに当てたかったっすね、まあ、ですがめっちゃ入ってる。でこれハシマイラム来てもユーノとタルで結構耐えれる気がしますね。でここのああ待って、サイクミスト戻ってこい、ああ待ってサイクやったうわマジそんなことある、うわ最悪だ。まあ相手タル使ったから飛ばすんだけど、いややったなマジで、もったいな、何これもったいなさすぎん、ちょっと待ってバカみたいなことしてるよね今、うわ本当にもったいねえわ、価値格レベルだったもんな。でこれまあライト打たれるんですよね、ほぼ角でライト打たれるか、一旦マジアチェリー抜くかみたいな、射抜かれそうライトか、あーまあまあまあ、さあからのですねこのカウンターを相手しかもなんかめっちゃ攻めてきてるんで、なんならチャンスタイムで、タルもザップもあるからウォールブレイカーはいらないっすね。スケドラを足してあげて、うんですね、このスケドラがやっぱマジアチャを割いたので結構きついですね。しかも今全部割いたっすね。あーオッケー。いやでもめっちゃいいそれのラム。オッケー。で踏んで、早めに踏んで、ちょっとあとマジアチャ警戒ですね。ここの辺にマジアチャが、あ、時間ねえ、ラッキー。グッドゲーム。いやマジで、言うのなんかやっちゃいましたね。なんかエレキ単体できそうだったから、あの防衛だけのタルババじゃなくて、まあ、エレキにダメージ与えつつ、多分エレキは一発ダメージ受けるんですけど、攻めタルババになるように自分のタルババが2回相手のタワー殴るようなタルババをしようとしたら、その瞬間にラム来てちょっとあのなんかねテンパってはないですけど、なんかこうちょっとねグダグダってなっちゃって、言うのどっか行っちゃいましたね、まあ、ですけどなんとか耐えれましたね。さあ26ですね、26はコウモリだったら基本的に相性は悪くないイメージがあったんですけど、まあ、目が、どうなんですかね、あいつになっちゃったことによっていいのか悪いのか。スケドラがまあ5だけでやられちゃうんですけど、そしたらマスケも行きやすいし、あ、でもコウモリの方がでも良さそうだけど、まあなんとかなるでしょうって感じかな。飛べ。遊ばれてるぞ、お前ら、スケアイスピアイグのマスケに遊ばれてるぞ。さあで、まあ、26に対してはホグ出した瞬間にてか相手のホグを止めた瞬間ですねにケツメガナイトをしてリズム作っていきたいですね僕としては。でコウモリがほんとマジ防衛力めっちゃあったんですけど、26とかになっちゃうと若干暇しちゃいますね。まあホグ基本的にダメージ抑えていきたいですね。でここは一回我慢して、ここをホグ来てもメガナイトで踏めるので、まあ、来ないか逆サイとかですかね。あ、U の警戒。で、これはホグをいっぱい入れるアイスピー。で、ここ暇ですね。どうしようかな。高めマスケっていうシャシャリ攻めをやっていきます。で、全然うまくいかなくて。スケアアイスピーで真ん中に寄せられるかな。あ、
これはラッキーパンチ。いや、これはラッキーですね。逆サイオールブレイカーしたことによって、ちょっとどうするってなって入ったのかわかんないですけど、これよくあるあるですね。メガナイトジャンプするタイミング釣ろうと思ったら、マジで、こう釣れない。マジであるあるですね、これは。僕もよくなりますね。よくというか、まあたまにですけど、結構なるんで、皆さんも気をつけたいところでありますね。さあ、ここはもう、勝ちなので、気持ち、イモリ目でね、イモリ目と、あとユニット5を打たれたくないので、まあ、逆サイに転換して、さあ、スケドラとりあえず真ん中の辺に出しといて、一応ディガーで削りね。で、ここさ、ザップ打てばタゲが変わって、あ、OK、マスケ残る。お、待って、延命されてる。それはうまい。アケド殴る。で、一応これ守るか。守れねえかな、これ。この雑な攻めがあんまよろしくない気もするが、めっちゃ刺さる。からのさすがに、さ、11になりますね。11になったけど、さすがに大丈夫だと思うんですけどね。これザップ、いらねえか。いや、待って、なんかいろいろ被ってる。いろいろ被ってるのよくないけど、攻めまーす。ディガーで稼ぎます。さすがに、イモれば大丈夫だと思うんですけどね。で、メホグ押さえて、オッケー！いや、よくやった、メガナイト。最後の一振り大事ですね。で、マスケを、なんかね、いやらしい感じのところに出しつつ、相手は、これマスケの延命が基本的にできるユニットがないので、よいしょ！さあ、1位、ポツン！グッドゲームですね。まあ、26はね、基本的に相性悪くはないと思いますね。まあ、コウモリの方が戦いやすかった気もしますが、スケドラでも、てかスケドラはね、飾りみたいなとこありますね。さあ、もう一戦ぐらいいきますか。コウモリ型とスケドラ型は、まあ、多分スケドラ型の方が使いやすいのかな。なんかどうなんすかね。まあ皆さんちょっとぜひね、使ってみてください。多分、またね、てかすぐ、メガナイトオールブレイカーの動画を僕出しますね。なんかよく出すと、いつはミニペ型とかでも出してましたし、てかミニペ型かな、個人的に好きなのは。ユーノの枠がミニペのタルザップ型が好きなんですけど、まあこのタルババの枠がゴブリンだったりだとか、まあデリバリーだったりだとか、まあ無限にね、型を作れるというかいじれるので、メガナイトオールブレイカーの強みはそこですね。すごいこう自分に合わせた形に勝手にいじれちゃうので。よいしょ。ダクプリ久しぶりに見たな。ペッカか、なんだ、ジャイとかかな。わかんないですね。ザップ暇してますね、相手も。ザップ使ったからこれ、エレキか。あれだな。ジャイプリっすね。ジャイプリプリだな。さあ、プリプリしちゃってますね。プリプリ。で、コウモリがいないから、相手のザップが結構暇してくれるのはすく、全然違うじゃん。ちょっと待って。やば。これ、結末からでよかったかな。まあいいや。スケドラとウォールブレイカーか、マスケとウォールブレイカーですね。陸系気持ち少ないように見えるんですけど、ウォールブレイカーの、これはまた話が違いますね。ウォールブレイカーの陸系を覚えると、非常になんかね、楽になってきますね。これまあ、うわぁ、せこいわー、それ、マジで。それ、うわ、やば、しかも5じゃん。ちょっと待って待って待って。やめてくれよ。やめてくれよ。さあ、これちょっとウォールブレイカー釣りで耐えます。これですね、陸系ないデッキ、ウォールブレイカーこれができると、すごいね、楽になりますね。ペッカラム、トリトンか。トリトン、ずるいっすね。で、しかも5でしょ？しかもザップでしょ？怒っちゃうなぁ。マジで。さすがにこれは。で、なんならこのスケドラはラムライダーとエレキとかで、ファイブを使われずに防衛されるのが一番嫌ですね、これ。やべえなぁ、これ。なんならちょっとやばいっすね。あ、まあ、でも耐えれるのは耐えれる。あ、しかも相手がめっちゃ攻めてきた。しかもザップ外した。あ、で、これペッカもあんのかな。やめて、やめて。リが早く。うわぁ。一中裏投げて、このペッカ溶かせるかな？溶かせそうですね。いや、ユーノの突進でいい感じ溶かせ。ザッピルか。いや、ユーノ。うわぁ、ちょっとやべえや。やべやべやべ、時間がね。時間がね。時間がねえよ。うわぁ、めっちゃいいラムだな。いや、これは似合わねえのか。
いや、くそ、左側、右側あれか？でも右側、あれだもんな。右側ウォールブレイカー釣り使わなかったら結構キング殴られてますもんね。という感じですよ、本当に。しょっぱなかな、もうちょっと攻めてもよかったかもっすね。11交換の時。ちょっと相手のデッキがライトだと思ってましたね。5か。ペッカロムの5ですね。ちょっと面白そうですね。という感じですね。まあ、スケドラごと、またね、多分違う方も出すんですけど、ぜひね、使ってみてください。というわけで、終わります。よければチャンネル登録と高評価、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。